さあやってまいりました大分県ですなんとですねこちらのスタジアムで中田翔選手がですね自ストレを行っているということでございます早速まいりましょう我らが峰龍太が恐竜復活のキーマン中田翔を直撃野球人生がかかったそのいう決断だったとドラホットプラス特別企画

自主トレを間近で見学させてもらい期待が膨らんだところでお願いしますお願いしますお願いしますどうもよろしくすいませんねもういえいえどんでもなです練習の途中にいいえどんもよろしくお願いしますはいじゃあ座っよろしくお願いしますさあね中田さんと対談ということでございました私もちょっといい緊張感を覚えておりますけれどもなぜなんでしょう <laughs> よろしくお願いします。<laughs> ます <laughs> さあ、えー、今日はですね <laughs>、えー、このようにですね。中田賞に聞きたい、六つのこと、ということで。背番号六にちなんで、六つのこと、をこれからいろいろ、あの、お伺いしてまいりますので、よろしくお願いします。はい、お願いします。さあ、それは参りましょう。まず最初は、はい、今、ということでございますけども、まあ、ね、あの、自主トレ、いつも、その。 あのキャンプの前にやってると思うんですけど、はいはい、何を目的にっていうのを一番あの大切にしてるのは何なんですかまあそうですね大切というよりも選手間での差っていうんですかねは僕はこの1月の期間で大きく左右するんじゃないのかなというふうに考えてるんでやっぱ1年間通して戦う体を作るのもこの1月2月の どれだけ自分を追い込めれるかだというふうに思っているのではは、えー、こっち来て初日から終わるまで筋肉痛がない日がない状態なので<ら>もちろん12月から土台を作ってって、えーうん、トレーニングをして土台を作って1月はもう地獄の期間。と<ー>、はいうすね。<laughs> プロ17年目を迎える中田にとっての今はシーズンでの活躍を左右する大事な期間だった。さあ続いてまいりましょう。はい。続いて2番目でございます。続いてのテーマはこちらドラゴンズでございます。はい。客観的に見ていたドラゴンズにはどんな印象がありました。ドラゴンズピッチャーがいいっていう印象があーはーはー。えー、ええー、え。 まあ今もそうですけど、ピッチャーいいなっていう印象はありますね。ピッチャー、はい。さあ問題はマズさん、ね、はい。バッターですけど、はいはい。バッターで今までだどうですかドラゴンズでこの人はっていう方いうは、うん、そうですね。まあ石川君でしたっけ。はい、若手ですし。はい うん、なかなか出てこないですもんね。<laughs> いやいや,いや素晴らしい選手たくさん、まあ、若いですよ若い若い若い。これからすごいバッターになるだろうなっていう選手がやっぱり3人4人っているんで、うん、そういう選手たちと少しでもやっぱり意見交換というか、はい、何かこう引き出しを増やしてあげるとか<お>そういうのは僕もやっぱりそのことはジュリは長いことこの世界にいるので。 そういうものをやっぱ少しでも増やしてあげれたらいいのかなというふうには思います<ー>はい。じゃあもうあの中田さんにちょっとあのここんとこ教えてもらいたいんですよ。来た方にはもう何でも教えてあげるっていう。はい、ああ全然もう話したいですね。僕そういう話するの好きですし、で僕も得ることもあるので、はいはい。それは全然もう大歓迎ですね。そんな中田にドラゴンズ入団を決意させたのは辰巳監督の。 ある言葉だった純粋に辰浪さんの今思っている率直な気持ちを僕にぶつけてくれましたし、はい、いややっぱりお前の力が必要っていうセリフも僕にとってはやっぱり響きましたし、はいはい、また久々に聞いたセリフでもあったので僕自身が。あ<ー>はいなるほど、ね、まあそういうのにまたちょっとこう。うんうん 燃えるものもやっぱもちろんありましたし<ー>、はい、熱い言葉をかけてくれた立浪監督に対し中田も男にあふれる思いを抱いているいややっぱり男にしたいなっていう気持ちが強いですしあ<ー>まあ僕の印象はやっぱすごくあの世間体で。 何かこういろいろ叩かれてるというかあるじゃないですか、えー、うん、まあそこに関しても僕が半分受け置いたいなとも思ってますね、はい、よろしくお願いします <laughs> 頼もしいですね <laughs> まだまだ続く中田翔峰龍太のスペシャル対談後半戦は素顔に迫る なめてる一歩手前おうおう言っときます舐めてる一歩手前ですからね <laughs> 中田翔峰竜太のスペシャル対談後半戦ここからは兄貴肌で慕われる中田翔の素顔に迫るさあ続いてまいりましょう続いてのテーマはこちら自己分析ということでドラゴンズのね今度一緒になる選手の皆さんがね 中田さんはどういうふうに接したらいいのかなとかって結構ね、私と同じでドキドキしてる人がいると思うんですよ。本当ですか？そこでどうですか？あのご自身のこの取説、まああの取扱説明的なことはどういうに？そう、もう全然フランクに来てもらいたいです。お、まあ全然若い年下の子でも、まあ今まではそうだったんですけど、まあ僕あの。 あだ名で賞賛というよりもあだ名で大将って呼ばれることが多くて親分やらなくて大将 <laughs> 親分そうですね <laughs> 今日見てたら完全親分だよってあ本当ですか大将大将ってみんな呼んでくれてて本当にこういい、ね、なんですねなんていうかちょっと分かりやすく言えばな、うん、めてる一歩手前ーほーほー大将を飯連れてってよっていう この方が好きなんですよ僕はなるほど、はい、言っておきます舐めてる一歩手前ですからね <laughs> この辺は基本ですからねそこが難しいですけどでもそういう関係をうまく作れるような皆さんになってほしいですよね、はい、そうですね,ねまあ基本僕はもう何でも売れるかもしれ、ね、ありがとうございます、はい、さらに大将のプライベートな素顔を知るため次なるテーマは家族 いいですか家族のことちょっといろいろ聞いちゃいますけど。あ全然はい大丈夫です。家族構成はどういう感じなんですか。えっと子供が四人います。いい。女女男男ですね。またバランスよく。はい。お父さんあそうなんですか。そうですバランスいいですよね。そうえ休日なんかはじゃあご家族とあの一緒に遊んだりとかっていうのはあるんですか。もう休日はもうそれがメインですね。あはい。家族のために。はい。 すごい家族と時間を共有する以外はないですね、うん、休みの過ごし方家庭では小煩悩なお父さん家族全員で名古屋への移住を決めた大象に聞きたい次のテーマはさあ続いてまいりましょう続いては五番目覚悟という、はい、覚悟でございますけど ドラゴンズへ来るということに関しての、はい、まあ、あの覚悟っていうことになると、どういったことになるんですかね。率直に、あの覚悟をなければ、うん、今回、こういう決断は取ってないです。うん、はい、はい、はい、まあ、それもありますし、うん、まあ、僕の野球人生を、うん、うん今振り返った時に、はい、まあ、本当に僕、ラストスパートだなっていうふうに思っているので。お いろんな覚悟がありますけど僕にとっては本当,もう本当に野球人生がかかった今回はそういう決断だったと僕個人的には思ってますし、うんうん、覚悟はめちゃくちゃゃくありますね、はい、これまで3度の打点王にベストナインにも5度輝くなど数々の実績を持つ中田それでも新天地での挑戦に気の緩みは一切ない。 ドラゴンズまでお世話になるって決まってからはっきり言って1回もレギュラー取ったなだとかっていう思いが全くないので本当に競争してレギュラーを勝ち取りに行くつもりで今練習してるので。でも競争するっていうそういうね相手がドラゴンズはね若手もそうですけども、はい。 かなりいると思うんですけども、そういったものはかなり意識なさってますか。はい、そうですね。あのライバルはたくさんいますし、まあでも負けるつもりは一切ありませんし。聞きました今。<laughs> 負けるつもりは一切ない。あ、ないですね。いやいいですね。いやいやその言葉をもう聞きたかったです。はい、そういうのがやっぱりいろいろ覚悟につながってる。そういうことですよね。ねはい、そういうことですよね。そして最後のテーマは目標。 目標か、えー。目標ということで、えー、ね、色紙に書いていただきましたので、ではお願いします。はい。日本一ありがとうございます。はい。字うまいですね。本当ですか。うまいですか。うまい。いや嬉しいです。はい。いやいや。素敵です。<laughs> やっぱここを目指してみんなで切磋琢磨するという意味なのでだから本当に先ほど言ったように監督を男にしたいという気持ちもそうですしわ、はい、かりました、はい、まあ監督を男にしたいというのがねさすが大将らししいい言葉でございましたけども日本一そして立浪監督を男にするため熱い思いと覚悟を胸にドラゴンズを勝利へ導く。 ということであの本当にあの練習の合間をね縫っていただいてインタビューさせていただきましたありがとうございましたありがとうございましたあのよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますよろしくお願いします,しいしますはいということで日本一ということでございますけれどもやはりあの覚悟もね本当にもうラストスパートというご自分でおっしゃってましたけれどもそういう感じももうひしひしと感じたわけなんですけれども古戸さんはい。はい、どうですか選手の立場からはこういった決断 今回、ね、このオプトアウトして、はいえー、自分でやめて選ぶっていう、まあ、それは相当の覚悟はいると思いますし、はい、でも、この覚悟の中にやっぱある程度俺はまだできるっていう自信がないとこれってできないと思うんですよ、ね、うん、やっぱりこの覚悟と一緒に、うん、やっぱ本人には相当な自信があるんだろうなと思いまますね,なるほどねあさあ、まあ得点力というところも,ももちろん期待されるんですけれどもあの福留さんは打順は何番で起用っていうのは僕まあ。 5番,ね、5番。ですね番というのはあの、やっぱりこう初回、ゲームが始まった初回で、まあ、1、2>, うん、1> 2、3というのは当たり前に回ってきますが、これで五5というのは、五番ていうのは、ツーアウトでまし回ってきた場合って、必ず得点圏にいる状況で回ってくることが多いので、そうすると、やっぱりその初回で勝負強さのあるバッターが5番でいて、うん、打点を稼いでくれると、 チームとしてもまあ今年去年ねドラゴンズ取れなかった得点っていうものをが上がっていくんじゃないかなっていうのを僕は思ってるんで僕は五番がいいかなと。五番はい。そうそこれ、はい、を聞いてファン代表の辻さんあ中田選手に何期待してますか、はい。いやー。 やっぱり4番ですね。僕の話聞いてます。僕今こう一生懸命説明して。聞いてましたけど。いや僕は4番だと思ってたんでちょっとさ、その場合、じゃドラゴンズの4番は誰が座るんだっていうところ。久住さんお聞きしたいですね。だから質ルイのある選手が座ったらいいと思います。なるほど。それで1,2,3,4です。あのルイオにどんどん人がいて、で5番ぐらいで中田選手に回してあげる。だからまああの新海人選手でもいいです。あのホームラン。 っていうわけではなくもうある程度つないでいくっていう野球でもいいのかなと思います。